はい、すみません、長い間お付き合いいただきありがとうございました。15代目の山坂と申します。本日桃田皆さんお越しいただき大変ありがとうございました。もう遠くから来てくれてるチームさんだったりとかいっぱい来ててとても嬉しかったです。そしてこのステージが埋まるぐらい最後総取りでみんなと盛り上がって終わることができるのがとても幸せでございます。まずはここに桃田皆さんにご協力いただいたチームの方々、あと公演の桃山祭実行委員の方々、特にお世話になったさなぎのメンバーたちには感謝してもしきれません。とてもとても、充実した3年間よさこい生活でした。大学のよさこい生活はこれで終わりますが、後輩たちの応援よろしくお願いいたします。これにて僕の挨拶で終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。桃食べなさいの後は大抽選会と花火大会、さまざまなイベントを控えておりますのでどんどん楽しんでいってください。以上です。よさこい方々、桃食べなさい、お疲れ様でした。15時40分